ようございます。なんか髪の毛もさ、もう一回お風呂入り直したいぐらいボッサボサなんだけど。おはようございます。顔の寝起き感とても。おはようございます。今日は S 公演です。めちゃめちゃ久しぶり。そうでもないけど、12月の22日ぶりです。楽しみ。たのぴみです。おはようございます。今日は公園だよ。なんかさ、なんでかも、そう、新年一発目なんですよ。そう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 。ほらここ見て、髪の毛跳ねてるから。見えないようにすればいいだけだよ。おはようございます。今日は起きたら目が腫れてた。最悪。ほんとお家出るときに、お家出る前にお風呂入ろうかなとか思っちゃうぐらい髪の毛今日ボッサボサすぎて最悪。別に起きた時間遅くないんだけどな。おかしい。顔が丸っこいですね。とっても。おはようございます。いえ、そう、昨日はね、紅葉地フラグの新しいシングルのジャケット写真が公開されて、どうでした？皆さん見てみて。もうでもなんかそれすらもすごい懐かしく思えちゃう。結構前だったので撮影が、懐かしいって感じ。ああこういう感じねっていう感じですね。ハート10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごい MV 撮影も楽しくて、なんか久しぶりに MV 撮影したから、いつ以来だろう、多分恋の根拠以来かな。そうだから、でも恋の根拠もでも踊ってないし MV で、そうだから実質踊って MV 撮った時の、 MV 撮ったのはもう多分人生の無駄遣いかな。赤組のそれぐらいの時です。懐かしい。ぜひ見つけてください。 MV も見つけてもろて。それであの衣装好きなんだよね。今回のみんなで写ってるやつもだけどさ、私のパレオはエメラルドの衣装なんですけど、あの衣装好きなの。 AC だから着れて。小槌、金色の小槌、小槌ありがとうございます。覚えた名前、小槌ありがとう。10個ありがとうございます。覚えました。昨日までなかなか覚えられなかった。小槌ね。
小槌。すごいなんかマジ目めっちゃ腫れすぎて最悪。なんか私よく目がむくんじゃうんですけど、塩分の取りすぎとかで、まあ、最近はめちゃめちゃ気をつけてるんですけど、一時期なんか腫れすぎて治そうと思ったんですけど、なんかもううつ伏せで寝ること自体なんかそのむくみの原因らしくて、でも無理なんですよ私うつ伏せで寝てるから。そう諦めたよね、本当に最悪です。なんかうつ伏せで寝ることはあまりよくありませんって書いてあったんですけど、私仰向けで寝れないんだよね。なんか仰向けで寝ようとしても最終的に寝てるのは多分横向きとかうつ伏せ。今日も朝起きた時うつ伏せだった。うつ伏せしか勝たん。うつ伏せが一番寝やすい。おはようございます。そうあんまり良くないんだって、うつ伏せって。うつ伏せで寝てる方気をつけましょう。でも今更寝方変えろって言われてもさ、結構難しいよね。結構無理だよね。うつ伏せだと腰痛くならない？あーなりますね。うつ伏せでまだ寝てない時に携帯とか触ってるとめっちゃ腰痛くなる。たまに体勢変えます、そういう時は。健康第一、そうです。皆さん気をつけましょう。皆さん歌手の渡辺美里さん知ってますか？渡辺ですっけ？渡辺美里さん。なんか昨日からなんかお父さんとお母さんがずっとその人の歌を歌ってくるんですよ。あのね、なんていう歌だっけな、有名なやつ。私がテレビで知りました、その曲。なんだっけな、歌の名前忘れちゃったんだよな。あーそう、マイレボリューションや、それだ、それ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 。そう、それをご飯食べてる時間にすっごい流してきて、めっちゃなんかノリノリで歌ってきた。だからその曲が頭から離れなくて困ってます。知ってますか、マイレボリューション。そう、めっちゃ私が真剣にご飯食べてんのにすっごいなんか歌ってくるめっちゃ曲流してきて、爆音で超ノリノリで歌ってきた。そう、申し訳ないんだけど、そのテレビで知ったんですよ、その曲。月曜から夜更かしっていう中の桐谷さんっていう人がいるんですけど、自転車すごい走ってる人。そう、その桐谷さんを紹介するときにいつもその曲が流れてるの。それで知ったんです。桐谷さん面白い。ファイト7個ありがとうございます。ファイト、今日も頑張ります。公演ありがとう。おはようございます。マイレボリューション、なんだっけ、1980何年だった気がする、その曲。そうそう、株主優待の人。そう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 、めっちゃ面白いんですよ、あの人。マジでずっと笑ってられる。すごい私に幸せを届けてくれますめっちゃ面白い。すごいよね、私よりはずっと早くこいでるよ、自転車。あんな早くこげんもん無理。最近自転車乗ってないな。
そう、その月曜から夜更かしっていうテレビの桐谷さんが面白い。あとね、もう一人いて、フェフ姉さんっていう方がいるんですけど、すごいちょっと滑舌が悪くて面白い。なんかキックボクシングをやろうみたいなことをこの間やってた、テレビで。面白かったです、とっても。おはようございます。今日は髪型何にしようかな。公園の何がいいと思いますか。なんかある程度なんかベースは決まってるんですけど、まあ、別にそれじゃなくてもいいかなみたいなっていう気持ち。まだなんかもう顔面の調子がめちゃ悪い。朝だからかなとか思いたいけど、朝じゃなくても悪い。本当にやばい。おはよう。イエイ。何がいいかな。今候補にあるのはハーフツインかエビフライか、まあ普通に両耳かけの量少なめか、あんまりないんですけど、そのレパートリー的なものはそんな感じ。そのどれかから選ばれる髪型。あ、ちなみに今回の MV もエビフライしてるよ。エビフライにした。誰がエビフライで言い始めたんだろう。なんかいつの間にかエビフライっていう髪型なんですけど、そう、こっちからちょっと髪の毛をこうやって持ってきて三つ編み込みみたいなする髪型なんですけど、そう、可愛いんだよ。そう、めちゃめちゃ可愛いの。おはようございます。おはようございます。お腹すいた。もう8時になっちゃう。早い。あっという間。今日はね、その新曲の MV も公開されるので、ぜひ見てください。たくさん、たくさん見てね。見てね。そう、いろいろな名古屋で撮った2日間ありました。撮影はとっても楽しかったです。とてもとても楽しかったです。あ、8時半なんだ。じゃあまだ公演かな。まだわかんない。公演してるかしてないかはわからないけど、でも私もでもまだ見てないし、どんな風になってるか分かんないから、撮影してたはいいもののどういう風か分かんないから、ちょっと楽しみです。そうね、あのね、今回のその MV で踊ってるそのダンスの先生が、そう、初めて会う方だったんですけど、超ノリノリで、そう、めっちゃ盛り上げてくれる人だったんですよ。すっごい、なんかめっちゃ声出して、なんかわーみたいな言ってくれる人で、すごい終始楽しかった。有名な人なんかな。え、有名らしいですよ。
めちゃめちゃ。そう、本当に声大きくて最初マジでびっくりしたみたいな、ピクってしちゃいました。MV 見てね、たくさん見てね。フワちゃんみたい。え、なんかフワちゃんよりなんか別の種類のテンション高い人って感じ。教えるの上手い人なんだろうね。え、めちゃめちゃ分かりやすかった。なんかすごいすぐ頭に入りました。まあでもそんなに長々と撮ってないからかもしれないけど、でも振りも多分そこまで難しいことしてなかったし、でも難しいところはちょっとあったかなっていう感じです。でもめちゃめちゃすぐ覚えれた。そういうなんか終わるまですごい今日覚えれるかなと思って不安だったんですけど、いや全然大丈夫でした。そう、なんかめっちゃ頭に入ってきた。楽しかったです。10月のね最後あたりに撮りました。めめい楽しみだな。お家帰ったらたくさん見なきゃ、公演終わって楽しみ。そう、なんかオフショットももうありすぎて大量生産されてるので、ちょっと載せます。ちゃんと私パレオの紫色着てるんですけど、いつも私紫着ないんですよ。だから嬉しい。いつもなんかオレンジとかそういう色ばっかりだから、今回は紫色着てます。嬉しい。あんまり着ないんですよね、紫っていう色。いや好きなんですけど、いつもなんかオレンジっぽいよねって言われるから。名古屋ドームのジャケ写は本当に全員集まって撮ったの。本当に全員集まってますよ、合成とかじゃないですよ本当に全員名古屋ドーム行った。あ、バンテリンドーム名古屋です。見てね。あ、もうそろそろ切れちゃうかな。あと1分ぐらいかな。あ、あと1分ぐらいか。公演楽しみにしとるね。ぜひお楽しみに。ではまた明日。すごい、とっても朝から見てくださってありがとうございます。短い配信なのに。またたくさんやります、ショールーム。ありがとうございました。では、18時半からの劇場公演と、あとは、20時半からの MV もぜひチェックお願いします。ではまた明日。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。今日も一日頑張りましょう。ではまた明日。バイバイ。